今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ、最後は大外枠の桜世界王、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ、先手を奪うのはどの馬か。ドクターデビアス前に行きそうです。桜世界王、それに続いています。さらにはユーザーフレンドリー、5番エイシンスポット、その後ろ岸マサル、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から。先手を取ったのはドクターデビアス、並んで14番ユーザーフレンドリー、内からは走る将軍、さらにはデュークコロネット、その外にレガシーワールド、エイシンスポット、そのうちに続いています。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気の東海帝王、現在後方からマイネルキャップ、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはユーザーフレンドリー、少し離れて桜世界王、続いています。 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、出止めのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。ユーザーフレンドリー先手を取りました。ピンクの帽子、桜世界王、その後ろすぐ隣にドクターデビアス、これに続いてレガシーワールド、ピンクの帽子、ナチュラリズム、その後ろすぐ後ろにレッツイローブ、各馬大欅を通過。さあ、先頭はアイルトンシンボリ、ユーザーフレンドリー、ほとんど差がありません。ドクターデビアス3番手、東海帝王、いい位置です。先頭を捉えにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アイルトンシンボリ先頭、差はほとんどありません。2番手はユーザーフレンドリー、追いすがります。アイルトンシンボリ先頭、東海帝王先頭、残り 200m、 東海帝王先頭だ、東海帝王先頭、2番手はレガシーワールド、完璧です。圧倒的な強さを見せました東海帝王。1着2着はレガシーワールド、これが絶対王者の実力だ東海帝王。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ、先頭に立ったのはルーキートップラン、あと 200m、 AP ジェット伸びてきた、残り 100m、 AP ジェット先頭、一気にヤマニンゼファー、 AP ジェットヤマニンゼファー、1着2着にはどうやら AP ジェット、見事に勝ちました。ヤマニンゼファー、川内トリビュート敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。